名鉄2200系電車は2005年1月に運用を開始した名古屋鉄道の特急系車両である。本校では1600系を2200系に順じた改造を行った1700系についても記述する。解説の便宜上、個別の編成を指す場合には編成の豊橋。 中部国際空港方向の先頭車の番号を取り2201回のように表記する。公衆輸送中の名鉄2200系従来運行されていた全面展望を売りにしたパノラマカーグループに代わって21世紀における名鉄の特急系標準車両として導入されたグループである。パノラマカーの各形式が視界を確保するために客室を 高床構造としたり、運転席を2階に設けるなどの工夫がなされていたのに、対し、あくまで実用本位な設計が特徴的である。当初は特別車と一般車とを区別せず、編成全体をもって2200系としていたが、1700系と並結する2300系30番台の、登場後は2200系一般車も2300系と、みなし。 2200から2300系と故障、表記されることがある。いずれにしても2300系とは、一般車を特に指し示す場合の故障、表記であり、編成全体の総称は、それぞれ2200系、1700系である。また、パノラマカー系列には7000系をはじめ、パノラマデラックス、パノラマスーパーなど、車両ごとに会社が公式に認める愛称があるのが、 関連であった。本系列と同時に登場した2000系には、ミュースカイという愛称が付けられたものの、本系列には、愛称が存在しない。中部国際空港が2005年2月に開港するのに、先立ち、同年1月の空港線の開業に合わせて、運行を開始した、特急系車両である。この節では、資料により2230系と表記されることがある。 車両を含めて言及する。空港アクセス列車には、全車特別車の特急として2000系が運用される、ことが決まっていたが、それを補完する特別車、一般車併結の特急用に開発された。軽量構成19メートル級車体で、基本設計は2000系に準じているが、塗装は2000系が、青と白をベースにするのに対して、 本系列では白をベースに従来からの名鉄特急のブランドイメージを引き継いだ名鉄スカーレットを採用。特別車には合車表記をデザイン化した1、2の文字が描かれている。全面構造は2000系が貫通構造で増解決時に開閉させてフォローを出せるのに対し本系列ではいずれの方向も非貫通構造で開閉できない。ただし、 本系列ではこの部分にはマジックミラーが設置されており、車内から景色を見ることができる。また、も2300は将来の増結運用を考慮し、ホロ装置を設ける取り付けスペースが確保されている。車体断面形状は全車同一であるが、側面の外観は車両によって異なり、6両編成中の豊橋。 中部国際空港方向の2両は2000系に準じた、各車両片側2つ、ドア。岐阜、新沼方向の4両は3300系に準じた、各車両片側3つドアとなっている。なお、いずれのドアも、両開きで戸袋に収納される引き戸である。ドアの幅は、一般車が1300ミ、mm、リメートルで、特別車のそれの1000ミリメートルに比べて、広くなっている。 また、特別車と一般車では、屋根上に搭載される冷房装置が異なり、特別車は15000キロカロリー、H の集約分散式を1両につき2機、一般車では4万キロカロリー、H の集中式を1機搭載している。側面の行き先表示器は2000系と同じ、オーロラビジョン R ステーが採用された。 終電装置として、屋根状にシングルアーム式パンタグラフを3機搭載するが、この向きが特別車と一般車とで異なっている。これはもう2200型が2000系のもう2100型を方向転換した形で設計されたためである。特別車、一般車共通日本語と英語の2カ国語対応の自動車内放送装置が搭載されている。自動放送は、 快速特急、特急運用の際に使用され、快速急行以下の列車で運用される場合の、車内放送は、車掌の肉声によるものとなる。内容は2000系と、同様なもので、中部国際空港域特急に運用された場合のみ、専用のチャイムが流れるほか、常名駅中部国際空港駅間走行時と、中部国際空港駅での折り返し待ちの間には、 BGM が流れる。それ以外の行き先の列車で運用される場合は1600系で、初採用となったものと同じ車内チャイムが流れる。放送の内容は種別、行き先や停車駅の案内のほか、ドアの開閉前には注意喚起の自動放送が流れる。このほか、バリアフリー対策として、ドアチャイムを装備。警笛は、デュアルトーンの空気部へとミュージックホーン。 電子ホームを装備する。特別車6両編成中の2両が該当する。基本的な構成は2000系と同様なもので、客室と出入り口がデッキを挟んで仕切られている形で、客室の座席は通路を挟んで2プラス2列の青緑色の回転式、リクライニングシートを装備している。シートの背面にはテーブル、および、 乗車券などを挟めるチケットホルダーがついている。照明は間接照明式を採用。側窓は開閉不能で、カーテンは自由な位置で止めることのできるフリーストップ式。窓際部分には上着をかけられる突起も用意されている。2号車にはトイレと洗面台が設置されている。トイレは洋式のものと名鉄の車両で初めて男性用小便器を設置した。 また、おむつを変える台も設置されている。客用案内表示として日本語、英語による自動放送の他に、デッキ部分に LCD が設置されており、現在位置や行き先のほか中日新聞ニュースや全面展望なども流れる。一般車6両編成中の4両が該当する。 基本的な構成はほぼ同時期に登場した3300系通勤系電車を基本とし、座席は紫色の転換式、クロスシートとロングシートをドア間ごとに交互に配置するセミクロスシート配置で、中間車3両は3300系1 2次車と同様に、クロスシートとロングシートの割合が約半々で、窓配置も同様であるが、 岐阜よりの先頭車であるも2300型は、豊橋よりのドア間1区画4列のみが、クロスシートであるため、他の車両よりもロングシートの割合が多い。また、同形式は乗務員室の奥行きの関係で、その直後に座席と、側窓がないことと、補助席を収納して設ける車椅子スペースの位置も3300系との客室設備上の相違点である。 照明は直接照明式。側窓は、車単速の上部だけ、内折れ式に開閉可能でたは、固定式とされ、UV カットガラスが採用されたため、カーテンは設置されていない。側窓の内枠も 1200K のような FRP では、なく、3300K などと同じアルミ部材である。客用案内装置は特別車の LCD 方式に、対して、 3300系と同様な二段表示が可能な三色 LED 方式のものとなっていたが、3次車の2210回より一般的な LCD 方式となった。3.45号車は中間車であるが、車掌の車内巡回中にも、停車駅での客用ドア開閉と出発合図が可能なようにと示めスイッチと連絡用ブザーが設置されている。 当時増備が進められていた通勤系電車の3300系と共通化させており、主電動機の主制御機には VVVF インバータ制御を採用。架線を流れる直流電流を参照交流に変換し、カゴ形参照誘導電動機を制御する。制御装置は、イグブと素子を用いており、三菱電機製と東芝製があるが、両社間で、 共通設計とした。この装置を電動車に搭載し、1台で主電動機2台を制御する。本系列では、電動車1両につき、主電動機を4台搭載するため、電動車1両につき制御装置を2台搭載していることになるが、2台分を1箱に収納している。主電動機には2000系と同一の東洋。 電気製造性カ護形参照誘導電気を採用。主電動機の定格出力 170kW という値は 3500K 以降の名鉄 VVVF 車両に共通する出力となっており、これを電動車1両につき4台搭載する。主電動機の回転力を車軸に伝える方式は WN ドライブ式で歯車比は5.65となっている。 台車は、住友金属工業製、SU 民電式台車でいずれもボルスタレス構造、踏みずらブレーキ、溶断波を採用しており、形式は、電動車が、車輪直径 810mm の SS164K、付随車が、車輪直径 860mm の SS064K となる。なお、特別車には、 同音車輪を採用して静粛性を向上させており、形態が微妙に異なる。ブレーキシステムは回生ブレーキ付けの電気指令式、空気ブレーキで、停止直前まで回生ブレーキが作動する、純電気ブレーキ機構が搭載されており、踏みずらブレーキなどの摩擦系ブレーキの使用回数を減らし、セーリン後の交換周期を延長している。同じように、 電気指令式ブレーキを採用する3 1 0 0系、3 1 5 0系との並列運転に対応しているが、これらの軌道加速度及び非常減速度が低いため、軌道加速度も落ちるものの、高速性能に関しては同等であり、実際には並列運転は、停車回数の少ない優等列車の運用のみである。ため、これによる運転自分への影響は、ほとんどない。照明や、 空調装置の電源には75区場の静止系インバータを採用、制御装置と一体化しており、制御装置の製造メーカーが SIV も製造しているため仕様は同じだが、形式が異なる。また、電動空気圧縮機は一般車の付随車に搭載している。制動時には回生ブレーキなどの暇札系の、 ブレーキ主体で停車することが可能で、ドアの開閉もモーター駆動であるため容量が見直されている。運転台はコンパクトにまとめられている。基本的に2000系と同一であるが、本系列は先頭部分が非貫通構造で乗務員室内に余裕があるため、一部のスイッチ類が中央部に置かれている点が異なる。マスターコントローラーは加速。 減速操作が一体化した右手で動かすワンハンドルタイプでノッチは加速が5段階減速が7段階の範囲で調節できる保安装置自動列車停止装置と列車無線のほか、運転士の体調の急変に備え EB 装置を装備する登場当初のカラーリング2004年度に製造された2201回から2204回が該当する 落成当初、特別車は二次車と比較して座席が一列分多く、その文化物置き場が少なく、座席背面のチケットホルダーが装備されていなかったが、二次車、落成時に一人がけ座席を車椅子対応席を残して撤去して、荷物置き場が増設となり、座席背面にチケットホルダーが取り付けられた。一般車は、クロスシートが千3 0 0 k 点二次車、3百五十 経営一時者と同様、横にプラス二列の配置でこの部分には、吊り革が装備されておらず、客室内の手すりは、ピンク色となっていた。また、天井の冷風吹き出口は、FRP 製である。2007年度に製造された2205階から2209階が、該当する。それまではごく一部を除いて、 全車特別車での運行が基本であった犬山線高和線系統の特急の約半数を一部特別車での運行とするために導入されたもので特別車は車椅子対応席以外の一人がけ席が荷物置き場となり窓配置が変わったまた当初より座席背面にチケットホルダーを装備する一般車はクロスシートの配置が横にプラス1列となって 通路幅が広がり、この部分にも吊り革が設置された。このため、一般車の座席定員はもう2300型で4名、他の3両では6名ずつ減少し、立席を含む全体の定員は4両合計で10名、増えた。また、3150系二次車と同じく手すりの色も、ライトブルーパープルに変わっているほか、天井の蛍光灯管のパネルが、FRP 製から、 アルミデコラに変更されたため、一時車とは、天井中央部の見つけに差異が生じている。この5本の編成は営業運転開始当初、常名駅発車直後に流れる BGM が、映画、80日間世界一周のテーマ曲、アラウンドザワールドとなっていたが、すぐに従来車と同じ BGM に変更された。三時車は2015年度に製造された2210回。 2211回、4次社は2016年度に製造された2212回、5次社は2018年度に製造された2213回が該当する。外観は正面下部のスカートの形状を変更した上で塗装がスカーレットに変更され、側面の層下にもスカーレットのラインが追加されたものとなっている。 特別車の号車表記装飾は廃止され、1.2次車も後に変更された。また、側面行き先表示器はフルカラー LED 方式に変更された。内装では、特別車は1号車に 0A 席、2号車に1、3D 席が追加設置され、定員がそれぞれ1名分増加した。一般車は3色 LED 方式だった。 車内案内表示装置が LCD 方式となり、スタンションポールが無塗装となった。なお、特別車の LCD は従来通りである。車内案内表示は、従来、駅名の名鉄を省略して表示していたが、三次車以降では省略せずに表示するほか、画面下部に中日新聞ニュース等を表示している。1 7 0 0の置き換えとして2019年度に、 特別車2編成4両が製造され、2020年2月2日に2234回が営業運転を開始した。2200系5次車からの変更点として、2号車、豊橋方への車椅子スペース設置などが挙げられる。2020年度には特別車2編成4両が製造された。このグループについて、名鉄作成の移動等円滑化取り組み計画書には、 2200系特別車、製造元の日本車両製造の車両出場状況においては、2230系という表記が見られる。2015年から特別車のも2200系、さ2250系の荷物置き場を撤去してその後に座席を増設する改修工事が行われており、全車両が改修工事を完了している。そして、 全面のマジックミラーも普通の窓ガラスに交換する改造も施行されている。2018年1月9日から3月31日まで本系列の一般社に設置の釣り革のうち一箇所が名鉄グループによる受験生応援企画名鉄桜プロジェクトの一環として応援メッセージを設置した合格をつかむ。釣り革とされていた。 2008年12月27日のダイヤ改正から2000系ミュース界を除く全車特別車特急を廃止する計画に基づき全車特別車編成であった1600系は一部特別車編成へと改造・系列改定された。3両編成に蘇生されていた1600系のうち 2008年度中に、豊橋方戦闘車4両を廃車とし、残った2両を4本を改造の上1700系、特別車として整備したものである。これに、新造の一般車4両蘇生の2300系を加えた、一部特別車の6両編成の総称を1700系という。1600系は、 もと7000系白帯車を置き換えることを目的として3両編成で製造された車両であるため改造と蘇生変更にあたって余剰車の発生が避けられなかった。これにより余剰となった9600系4両は転用先や譲渡先が見つからなかったため登場から9年で使命を終えた。 1 6 0 0系の台車や電動空気圧縮機、蓄電池などの一部の機器は、申請された2 3 0 0系転用され、も1700型に設置されていた自動解決装置及び、操作版はも2300型に移設されている。また、床名目線空港線で、空港特急として2 2 0 0系と1 7 0 0系による、新編成13本が出揃い、 1 2 0 0系系列が中部国際空港を発着する特急列車の任を解かれた。方向転換により、豊橋中部国際空港型となった運転台付きの電動車も1700型を持って、新たに1 7 0 0系の系列名が与えられたが、それに続く中間付随車は1 6 5 0系のままで、改造による改版などは行われておらず、1 7 0 0系となった。 系列故障との間で、上二桁の番号のズレが生じている。この改造、改祖によって、1000から1200系などと同様の上り方と、下り方で、前頭形状が異なる一部特別車編成が、久々に登場することになった。なお、1600系時代は、パノラマスーパーの愛称が付けられていたが、1700系への改造と同時に愛称を外している。 しかし 2200K に愛称が設定されていないため、新しく愛称は設定されることはなかった。2019年度以降、本系列の置き換え用として新たな特別車である 2200K30 番台が製造され、組み替えが行われた。これに伴い、編成から外された、本系列は順次廃車となった。2020年2月には、1703回と1704回が、 東、名古屋港へ改装、後に解体された。残る2編成のうち、先行して1701回が、同年11月1日に海を離脱した。1702回は、翌年に2021年1月23日開催の、引退記念撮影会の団体列車として運転。翌月の2月10日をもって、運行を終了した。 運用を終えた1701回と1702回は、同年2月19日から22日にかけて、東、名古屋港へ改装、後に解体された。これをもって 1700K は、形式消滅した。登場からわずか12年余りで、全社廃車という異例の短命だった。改造点改造にあたり構え体にはほとんど手が、加えられていないが、下記の改造が施行された。 室内の見つけは2200系特別車とは異なるが、中部国際空港アクセス輸送を考慮して一部の座席を荷物置き場に変更するなど2200系二次車の特別車に準じた仕様となっている。車両両端の数とかけ座席がさ1650系の一箇所を残して撤去され、代わりに荷物置き場が設置された。改造後の定員はもう1700型が48名。 さあ1650型が45名となった。なお、もう1700型はもう2200型に比べて全長が長いため座席1列分4名定員が多い。座席のヘッドレストカバーはパノラマスーパーのロゴの入ったものから名鉄の CI ロゴの入ったものに変更された。同時に座席背面にチケットホルダーも取り付けられた。また、 車体側面の号車番号表示は、セブンセグメントマグサイン式から、マグサイン風のステッカー調布とされた。車体外部の塗装は2200系に揃えられ、前頭部が黒、貫通扉周りが銀、側面は白で、前面隅と屋根型部分に赤帯を配していたもので、あったが、後に1 6 0 0系時代に近い塗装に変更された。 種別、行き先表示器については運用開始後しばらく、改造前の字幕式で、存置されていたが、検査入場時に、全面表示器については順次、フルカラー LED 式に変更された。全面貫通扉下部に設置されていた、パノラマスーパーの電照表示器、自動ホロ装置と M 式自動解決連結器が、撤去され、それに伴い排晶器下部の左右は一体化された。 終電装置はシングルアーム式で位置は引き続き前頭側である。軽的はデュアルトーンの空気部へとミュージックホーンを装備する。従来より搭載していた出力2 0 0ットのカゴ形参照誘導電動機は継続使用されるが、MT 比の変更に伴いそのままでは過剰性能となるため、 2300K の加速特性に合わせて、VVVF インバータ装置の制御プログラムが変更されている。歯車比は変更されていない。また前、明かりもシールドビームのままである。乗務員室ドアのヒンジは、引き続き車両お客室側に設置されている。パンタグラフと車内の清涼飲料水自動販売機を撤去、車輪は防音車輪に変更された。 側面には2000系、2200系同様にシリーズ1700のエンブレムが重複された。特徴としてはパンタグラフの撤去後の空間である。なお、撤去されたパンタグラフは2300系に転用された。同時に方向転換によってトイレと洗面所の位置が2200系と同じ配置になった。 も1700型が純電気ブレーキ装備ではないため、元から搭載していた C-1500 型電動空気圧縮機が残され、空気圧縮能力を確保している。試験的に装備されていた、車体傾斜関連の機器は撤去された。9601回以外の編成も、車体傾斜機能の追加装備に対する準備工事が、されていたが、 それら関係機器も同時に撤去された。竣工後の改造2200系と同様に2016年から特別車のも1700型、8650系の荷物置き場撤去、座席増設工事が行われており、2018年4月1日現在、全編成が改修工事を完了している。遠隔本系列は、 2008年に廃車された9 6 0 0系の走行用機器を一部使用し、蒸気の1 7 0 0系との組成をさせて製造された特急用一般車車両である。一部特別車特急の編成不足を補うため、4両、編成4本が落成された。2 2 0 0系二次車の一般車とほぼ同一仕様で、あるが、一部変更点がある。 車両番号は2 2 0 0系を今後配備する可能性を鑑みて2 2 0 0系からの連番にする際に混同するため30番台のそれぞれ31.81からの不満となっているそのため2 3 3 0系と呼ばれることがあるが正式な形式名は車両番号通りの2 3 3 0系ではなく2 3 0 0系となっており2 2 0 0系一般車と 区別する際の故障は 2300K30 番台か 2200K2330 番台となる。側窓の位置自体は特別車に比べて一般車の方が高いが、天地寸法は 1600K の窓がもともと大きめだったため、その差は 2200K に比べれば小さい。一般車の室内口が 2305mm で、名鉄の冷房車では最も高い点は2200。 k と同じである。制御方式は 2200K と同一のイグブと素子を用いた VVVF インバータ制御で、定格出力 170kW のカゴ形参照、誘導電動機を駆動する。1700K の客用案内装置はの一段に表示が可能な三色 LED 方式になっているのに対して、2200.3300K と、 同様な2段表示可能な3色 LED 方式のものとなっている。デュアルトーンの空気部へと、日本語と英語の2カ国語対応の自動放送装置、車内チャイム、空港チャイム及び BGM 装置と、ドア開閉自動放送装置とブレーキ制御装置は、廃車となった 9600K の装置を流用し、2000.2200K と同様のミュージックホーン、電子ホーン、 純電気ブレーキ装置を新設した。2019年度における1 7 0 0系特別車の更新に伴い、2333、2334編成において Wi-Fi の設置、室内等 LED 化及びも2300型に非常橋後が設置された。2 2 0 0系一般車からの変更点方向転換した1 7 0 0系との連結のため、 さあ2 4 0 0系の豊橋側で引き通し線を逆転させている。種別、行き先表示器はフルカラー LED 式に変更された。中部国際空港域に運用される、際の航空機マーク表示は2 2 0 0系での種別側表示に対し行き先側への表示に変更されている。床材は従来のブルーグレー系の濃淡2色から淡い。 ブルーグレー系の単色に変更となり、出入口付近が黄色となった。豊橋、中部国際空港型の車端部のロングシートすべて優先席となり、この部分のスタンションポールと吊り革は黄色にすることで、他の座席との区別を図った。ドアチャイムは2 2 0 0系と音程が異なるのものが搭載されている。 戦闘車全面中央部は 2200K も2300型では厚さ 8mm のポリカーボネート製であったが 2300K も 2300K の全面中央部はこれを後半に変更した上でシルバーメタリック塗装としたそのため外観上はマジックミラーになっている中央部の窓が 2200K も2300型よりも目立っている特別車と一般車の間には 段差が生じており、その部分の貫通扉には、この先、段差ありと注意を促すステッカーが貼られている。その段差は、2300K 差2400側の、渡り板に休憩車のある段差とフットセンサーによる段差で、いわゆる階段状になっている。一般車側の段差に、滑り止めのテープを貼り付け注意を促している。また、 さ2400とさ1650のあたり板の連結部にはさ1650側の自動扉のフットセンサーが付けられておりさ2400側にその装置の配線が接続されているに接続されていたためなおさ2400側はさ1650と非連動の手動扉である特別車を千七百 k から二千二百 k 六0車へ入れ替えた後は 一般車と特別車の間の渡り板上のフットセンサーとその配線は撤去され渡り板は2 2 0 0系のものと同じ通常の鉄板に変更されている基本的に名鉄車両は貫通扉を山側海側の方向に開けることで統一しているがもう1700、3650を方向転換したことで特別車と一般車とのつなぎ目で開ける方向が 互い違いになることを防ぐため、2300計算2400では2300計算2400とは逆方向に貫通扉を開けるようになっている。2008年末時点の車両番号を基本として記載する。以降の増備編成は備考欄を参照。豊橋側2両が特別車、岐阜側4両が一般車である。 も千七7 0 0型、さ六6 5 0型は、改造にあたりと橋う型に連結されるため、ビワ島分岐点の三角線で、方向転換され、前期したように毎儀検査場にて、改造試行後、順次と色変更が行われ一般車と連結された。登場当初は、名鉄岐阜中部国際空港間と、名鉄名古屋、金山中部国際空港駅間の系統をメインに、 平日朝のみ、見、新沼発とヨカ稲荷行きとその折り返しの名古屋行き特急、空港線開業当初のダイヤで設定のあった、早朝の名鉄一宮市発の中部国際空港行き特急からの折り返しの床滑発塚口行き普通などで使用されていた。2005年2月17日の中部国際空港開港後は、見物客などによる、 空港線の大混雑が続いたため、一部列車で、本系列の岐阜型に3 1 0 0系あるいは3150系を連結した8両編成での運行も行われ、翌年4月のダイヤ改正まで見られた。二次車導入を受けて行われた2007年6月30日の、ダイヤ改正からは、名鉄岐阜豊橋間の快速特急、特急、全室の豊川稲荷行きへの送り込み列車である。 平日夜の神宮前発新沼高特急や、平日朝の高和発名鉄名古屋行特急に運用されるようになった。本線では、全面の改正で一旦は消滅していた3 1 0 0系3 1 5 0系との並結運用が再び行われるようになった。2007年7月28日の終わり、津島天皇祭に合わせて、 津島市発の臨時特急列車2本が運行され、うち1本は一部特別車として2203回で運転された。また、同年10月下旬には2207回が1200、軽のダイソーで、新沼高和館の特急のうちの一部列車に充当され、同28日には初めて、各見ヶ原線の参加機能まで乗り入れた。 締め切り表示。快速急行以下の運用につく場合は特別車を開放しない。2008年12月27日の改正からは1 7 0 0系と共通運用されるようになり、犬山線や紅和線での運用が増加したほか、平日の夕方には、紅和発さや行き特急のうちの一本にも使用されるようになった。また、1 2 0 0と同様に朝には、 間合い運用として、快速急行以下の列車への重当もある。この場合は特別車は利用できず、特別車の側面の行き先表示には、締め切りと表示される。なお、編成全長が1000から1200系より2メートル余り、短いため、中部国際空港行きや、豊橋行きなどの名鉄名古屋行きにおける停止位置、目標は1000から1200系よりも、後方として、 一般車の乗車位置を極力合わせている。なお、1700K は、豊橋、中部国際空港型先頭車である1号車の車両長が 2200K より少し長くなっている。そのため、名鉄名古屋、名鉄金山、神宮前では、豊橋、中部国際空港行きなどの停止位置目標を 2200K に合わせている。関係上一般車の扉位置が、 わずかに異なっている。2011年3月26日のダイヤ改正からは今まで入選実績のなかった地下新線にも特急で入選するようになった。2011年3月26日ダイヤ改正以降の運用路線快速急行以下の列車へ充当されることもあるが、その場合は特別車は締め切りとなるため一般車のみの利用となる。 この他西尾線でも一部特別車特急が設定されているが、1000から1200系によって運用されており、本系列は西尾線での定期運用はないが1200系のダイソーとして入線したことはある。ありがとうございます。